19階建ての高層マンションを駒沢公園側エントランスから望む深沢ハウスは日照祝い不動産及び長谷工コーポレーションが東京都世田谷区深沢の旧東京都立大学理学部工学部跡地に建設した集合住宅。多摩ニュータウンに移転した東京都立大キャンパス跡地に建てられた深沢ハウスは駒沢オリンピック公園の南側に隣接しており 国立病院機構東京医療センターや目黒区民キャンパスにほど近い場所に位置する。住棟は13あり、倉庫数は772個。倉庫数とほぼ同等の駐車場が地下に設けられ、住棟はすべて免震構造である。総事業費は約700億円。ランドプランでは既存樹木及び敷地の高低差を最大限利用し、水をテーマとした。 深沢の原風景の再生を試みて、周辺の住宅と接する住湯の足元周りは、駒沢公園と連続化する形で公園化し、地域住民へ開放を図ることにした。周辺地域の配慮も大きな課題となったことから、19階建ての住湯を敷地の中央に配置し、3階建てから14階建ての住湯を外周部に配置することで、周辺地域になじませることを狙った。 高さや形態の異なる銃道を不規則に配置した理由の一つは大きな塊に見えないようにするためである。また、建物の存在感を消すため、外装タイルの色を上階ほど薄くし、高層部のバルコニーの手すりにアルミやガラスを用いた。そうした工夫が形になる前の試行段階に一部の周辺住民が高さ12メートルを超える部分の撤去を求めて措置した。 平均分譲価格は8104万円だった。第一種低層住宅専用地域に指定された周辺の深さは、約も地区は2階建てを中心とした低層住宅街が広がっているにもかかわらず、その地にあってこの高層棟の建設が可能だったのは、当地域が第一種中高層住宅専用地域に指定されていた都立大学の跡地であったことに由来する。 従来第一子低層住宅地として整備されてきた地域に大学用に設定された中高層指定を利用する形で巨大なマンションが建築されることに周辺住民からは強い反発が起きた。2003年5月、周辺住民59人は、施工会社の長谷港コーポレーションなど企業10社を相手に高さ20メートルを超える部分の建築差し止めや撤去を求めて 東京地裁に仮処分申請した。だが、地裁は12月2日までに却下する決定を下した。この後、周辺住民76人は、ハセ工に対して、住民や行政の要望をほとんど受け入れずに着工に踏み切った。上、工事中も、条例規制値を超える騒音や振動に対して、十分な対処を行わず一部の周辺住戸に被害が出たことから、 建物の12階以上の撤去と工事及び日照権侵害による損害賠償を求め民事訴訟を起こした。2005年11月28日、東京地裁は原告76人のうち21人について、工事による騒音被害が受人限度を超えていたこと、同じく3人について、 工事の振動による住宅被害があったことを認めて660万円の損害賠償を命じる判決を下したが、日商権侵害は、受人限度内12回以上の撤去については、関係法令の要件を満たしていること、景観利益は確立していたと言えず、高さ制限が住民大多数の意思とは認めがたいことを理由としていずれも退けた。原告側は控訴したが、 2006年8月24日に東京高裁はこれを帰却。原告側は最高裁判所に上告したと関連書籍にあるが、その後の状況は報道等がなくはっきりしていない。なお、世田谷ヤ区在住の周辺住民は、これとは別に本来派施行が区に支払うべき環境整備協力金約3億円が不明瞭な経緯によって不当に免除されたとして、 平成17年に世田谷区に住民監査請求を行ったが、環境整備協力金は事業者特との合意による寄付であり、減額は問題はないとして却下されたため、世田谷区長を相手取った行政訴訟を提出した。この訴訟の結果については報じられていない。最寄り駅は東急田園都市線の駒沢大学駅や、東急東横線の都立大学駅。 東急東横線、東急大井町線の自由が丘駅などで、いずれも徒歩20分圏内である。バスを使えば、都立大学駅、目黒駅、自由が丘駅、駒沢大学駅、渋谷駅などへ、アクセス可能で、どの路線のバス停へも徒歩5分以内で行くことができる。また、自由が丘駅からは、無料で地域を巡回するサンクスネーチャーバスが走っており、 敷地内にダイレクトにアクセスが可能である。世田谷区の環境審議会が周辺の他の集合住宅と比べて圧迫感があることを理由に設計の再考を意見書として答申していた。ただし、この答申に基づき、世田谷区長がハセコに対して直接是正を勧告することはなかったため、東京地裁の判決は、答申はあくまで自発的対処を求めるもので是正に、 ついての強制力を伴うものではなかったとした。ありがとうございます。